武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は島根大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、医学部医学科は大問5つで時間120分、それ以外の学部学科は、大問4台で時間90分となっております。で、医学部医学科は大問5台で、大問5がですね、英作文の選択になっていて、医学部医学科のみかなり長い和文英訳をやるような形になっています。他の学部に関しては2016年和文英訳、2015年以前は重英作文という形で出題されておりましたが、2016年からは、どちらも和文英訳で、その代わり大問4がもともと和文英訳だったのが自由英作文という形になっており、医学部医学科はこれまで和文英訳2台だったのが自由英作文と和文英訳をそれぞれ1台ずつという形に変更されています。その他大問が1個、医学部の方が多いんですが、こちらは長文読解が1台追加される形となっております。そして長文の難易度に関してはですね、全体的に設問に対して文章がかなり長く、日本語に直す問題や日本語で説明する問題が、かなり多く出題される形と、なっております。で、自由英作文に関してはそれほど長いものは、出ていませんので、こちらに関しては、和文英訳仕上げた後過去問をやっておけば十分対応できるレベルかと思います。ただ医学部の、和文英訳に関してはですね、ちょっと難易度が高い単語なども使わなければいけない、側面があるので、できれば意思訳系の単語帳などを追加して、単語の知識、増やしておいた、方がいいかと思います。それプラス、その意思訳系の英単語など、長文がついている単語帳を使ってですね、それが使われる、文章をちょっと押さえておいた方がいいかなと思います。で、文章の長文そのものの難易度、に関してですが、これに関してはそこまで、特に医学部医学科で単独で出る長文以外に関してはそこまで難易度は高くありません。こちらはセンターを植えた上で国公立標準問題集キャンパス、やっておけば十分対応、できますが、医学部医学科の長文に関してはかなり長い上に割と難易度も他の、長文と比べると高めにはなっておりますので、こちらはできれば総計レベルまでの長文をしっかり、仕上げておく、上でプラス意思訳系の単語、など、フォローして、その上で過去問をしっかりやっておくという形にしておいた方がいいでしょう。で、全体的に和訳能力、英作文能力の記述力かなり重要になってきますので、英文和訳演習の、基礎編、余裕があれば中級編までやっておく。で、プラス、キャンパスで、国立の問題の対策をしておく。で、ちょっとその説明に自信がない場合には現代文読解の開発講座、など、読解力の開発講座ですねなどを追加して、記述力を鍛えておくといいかとは思います。以上が英語の勉強となります。